それでは聖書、ヨナ書の3章を開いてほしいと思います。今日のメッセージは The Day of Judgment、 裁きの日というタイトルで行われます。私たちはカルバリーチャペルマガジンが、あります、出口のところにありますので、ぜひまだ持っていない人がいましたら、見てほしいと思います。カルバリーチャペルミッショナリーが全国に行っていますけれども、その人たちの情報が載っています。またプレイヤーガイドとして祈りのリクエストも載っています。ですからどうぞピックアップしてほしいと思います。それでは立って、ヨナ書の3章読みたいと思います。私が奇数の説を読みますので、皆さんは偶数説を読んでほしいと思います。再びヨナに次のような主の言葉があった。立って、あの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよう。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪めぐるのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。ヨナははじめその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座った。王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いとを悔い改めよ。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。祈りましょう。愛する天のお父様、私たちはまたこのヨナの書を読むことができます。そしてあなたがこの苦い惨めな預言者を通してニネベの人に語ってくださったかを知ることができます。彼はニネベの人を嫌っていました。それでもあなたの聖霊がこのニネベの人たちに悔い改めを起こしました。そしてあなたの御顔を仰ぎ見るようにしました。そしてあなたの裁きから逃れるようにしました。ですから私たちは今日このイベントを学ぶときに祈ります。あなたが私たちに理解を与えてくださいますように、その偉大な日に私たちが皆あなたの御前に立ちます。そして死んだ者も生きている者もみんな、小さい者も大きな者も裁きのためにあなたの御座に立ちます。私たちの心を開いてください。思いを開いてください。あなたの御言葉から私たちに教えてください。イエス様のお名前を通しお祈りいたします。アーメン。座ってください。今夜私たちはルカの福音書11章12章を学んでいきます。ですからこの午後、ルカの福音書11章12章を読んで学んでほしいと思います。今朝はルカの福音書11章31節から見ていきたいと思います。
イエス様が人々に話しています。そして南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。イエス様は将来に裁きの日が来るということを話しています。私たちのこの聖書の中でイエス様はその日にはニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めますと言っているのです。なぜならば彼らはヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。ヨナはニネベで862年ですね、 BC862 年に説教していたわけです。イエス様は32AD に話していたわけです。ですから894年くらいの時間の、差があるわけですね。このヨナの説教からイエス様のこの説教まで。しかし全ての世代の人々がその日には裁きの日には立って神の御前に立つ、裁かれるために立つと言っているのです。ヘブルの 9-27 で人には一度死ぬことと死後に裁きが合うことが定められていると言っています。ですからあなたが死んだらそれで全てが終わりではないのです。ヘブルは人には一度死ぬこと、しかしその死後に、死んだ後に裁きが来ると言っているのです。黙示録の中でヨハネはその日、また私は大きな白い座とそこに着座しておられる方を見た。天も地も天もその御前から逃げ去った跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。別の一つの書物も開かれたが、これは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にある死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。パウロは、私たちは皆イエス・キリストの裁きの座に立たなければならないと言っています。またイエス様はヨハネの 5-28 で、このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのですと言っています。あなたは今神の裁きを逃れられるかもしれません。今もしかしたらあなたは過去に悪いことをしたのかもしれません。そして悪賢くそれを隠していたのかもしれません。そしてその行いに対する裁きを今受けていないかもしれません。しかし必ずそれを避けることはできません。私たちは必ず神の裁きの座につかなくてはなりません。もし神が正しい神であるならば、神は人々が悪いことを行ってそれを放っておくことはできません。それをそのままにしておくことはできません。必ず裁きの時が来るはずです。この世の裁きはいつも正しくはありません。本当にこの世では多くの裁きが、正しくない裁きが行われています。
私たちはヨセフの、旧約聖書の中でヨセフの話を思い起こすことができます。彼の、主人の妻がヨセフをこう誘惑しようとしたわけです。そして一緒に彼女と寝るように誘惑していたわけです。しかしヨセフはずっとそれを拒否していました。そしてある日彼女はヨセフを掴んで自分と一緒にベッドに行くように強制しようとしました。しかしヨセフはそれを逃れました。そうすると彼女は泣き叫んで嘘をついて自分をレイプしようとしたのだと嘘を言いました。そのことによってヨセフは何年間か牢獄で過ごさなくてはなりませんでした。なぜならばこの完全な嘘のアキュゼーションによってです。またアハズ王のことを私たちは見ることができます。アハズ王その妻イゼベルはもっと悪いものでしたね。そしてそこにネバオという、ものがいましたけれども彼はブドウ園を持っていました。しかしアハズ王は彼のブドウ園が欲しかったわけです。しかしネベルはそのブドウ園を売ることはできないとアハズ王に言いました。ですからアハズ王は欲しくてそのブドウ園が欲しくてたまらなかったのでぐじぐじ言っていると奥さんがどうしたのって言ってあなたは王じゃないのそれをあなたのものにできるじゃないのいやでも彼は僕に売らないんだ私がそれを取ってあげましょう。そして彼女は何人かの男を雇ってそしてネバルを神を冒涜していると全く嘘の責め立てをしました。そしてこの嘘の証人たちが出てきてそうです私は聞きました彼が神を冒涜しているのを聞きました。そういうことによって彼は石打ちにされました。またもちろんイゼベルはほらあなたが欲しがっていたこのブドウ園を私取ってあげたわよと言いました。しかしそれは本当に正しい裁きではありませんでした。本当に不公平でした。もうすべての歴史の中で最も不公平だった裁き間違った裁きというのはイエス様の裁きだったと思います。イエス様が十字架にかかられたというそういうことだと思います。嘘の証言たちが立たされてイエス様はが十字架にかけれるべきだと言われたことです。ピラトは一体彼がどんな悪いことをしたというのですか。しかし誰もイエス様にただを責めることはできませんでした。しかしイエス様は十字架にかけられたのです。これ一体なんと不公平な間違った裁きだったことでしょう。また今のこの世の中でもたくさんの犯罪が未解決のままです。たくさんの未解決の犯罪がこの世の中にたくさんあるわけです。ひどい犯罪がたくさんあるわけです。それは何を意味しているでしょうか。つまりその有罪の人が今でも道を歩いているということです。正しい裁きに遭うことなく犯罪を犯したのに平気な顔で道を歩いているということです。またこの世の裁きは時によって歪められます。なぜならば技術的な方法によって歪められるわけです。あなたは逮捕されるときにあなたはサイレントを保つ権利がありますとかそういったことを言って逮捕するわけですね。私は裁判官がジャッジがそのケースをなくしたという記事を読んだことがあります。でそのジャッジがその裁判官がですねその聖書の中の御言葉を読んだらそしたらその裁判官はそれをする権利を持っていないと言ってそしてその裁判がなくなってしまったわけです。そんな記事を私は読みました。また聖書は賄賂によって裁きが歪められるということを語っています。
ですから申命記の中で神様は賄賂を受け取ってはいけないと言っています。サムエルの息子たちが主の道を歩かないで賄賂を取って裁きを曲げてしまったということが書いてあります。またソロモンは悪者は人の懐から賄賂を受け裁きの道を曲げると言っています。また強い酒を飲んで勅令を忘れ全て悩む者の裁きを曲げると言っています。ですからこの世で行われる裁きというのはいつも正しくはないわけです。何年か前にこの教会に裁判に行った女の人がいました。彼女はとてもスイートな婦人でした。とてもスイートなレディでした。そしてこのコスタメサにはこの一人の裁判官がいました。彼はアルコホリックでした。彼女は私に一緒にその裁判に行ってくれるようにと頼みました。とても悩んでちょっとナーバスだったので一緒に行ってくださいと言われたので私は一緒に行きました。そして彼女のケースの前にたくさんの他のケースがあったのですが、ある一つのケースは夫が妻をひどくアビューズしている、暴力を振っているというものでした。で彼はアルコホリックだったわけですね。アルコール中毒だったわけです。どうしてあなたは自分の奥さんをそんなにひどくアビューズしたんですか。裁判官、私は酔っ払ってたんです。私は何をしてたか分からなかったんです。私はすごい酔っ払ってたんです。私は酔っ払って彼女を打ち叩いてたんです。そしたら裁判官は、あなたはそんなに飲んでしまっちゃ酔っ払っちゃいけないって分かってるでしょう、もうそんなに酔っ払いませんね。裁判官は、じゃあもう私そんな酔っ払いませんよと言ったら、その裁判官は、はい、じゃあもう裁判これで終わりというふうになったわけです。それはもう本当に全然正しい裁きではありません。ですから裁判官はお酒を飲むべきではない、強い裁き、お酒を飲むわけでは、飲むべきではない、そうすると裁きを曲げてしまうからと言っているわけです。ハバククは彼の時代に、それゆえ立法は眠り裁きはいつまでも行われません、悪者が正しい人を取り囲み裁きが曲げて行われています。これはハバククの時代だけではありません。もう何年もかけてこれは本当にその通りで裁きが曲げて行われています。私たちの時代にもそうです。ブッシュがリパブリカンのペンシルバニアで彼はローマンカトリックだったんですけれども、その学校でパブリックスクールでインテリジェントデザイン、要するにそのクリエーションですね、創造論です、神がこの天と地を創造されたという教えを教えることを禁止しました。またレーガンの時にはサンドラという人がそのアラバマ州の最高裁から10コメンダメント、10回を取り除くようにというふうに言ったわけです。ですから神が本当に正しいお方であったらこの世の不正というのを神様が裁かれないはずがありません。伝道者の書の 12-14 で、神は善であれ悪であれすべての隠れたことについてすべての技を裁かれるからだと言っています。またローマの 2-2 では、私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。また第1コリント 4-5 でパウロは
ですからあなた方は主が来られるまで何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされますと言っています。聖書は、人は人の外側を見るけども神は人の心の内側を見られると言います。ですから何も神様から隠されたものはないわけです。何も隠れてはいないわけです。ですからイエス様はニネベの人々がその裁きの日には立って、この世の人々、この時代の人々たちを罪に定めるのですと言っています。なぜなら彼らはヨナの説教によって悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも優れた者がいるのですと言っています。ニネベの人たちに説教していたヨナはニネベの人々たちが大嫌いでした。ヨナはニネベの人たちが嫌いで、そしてその人たちが滅ぼされることを望んでいたんです。ですから彼は40日したらお前たちは滅ぼされるんだ、40日経ったら滅ぼされるんだと、そのように怒って言っていたわけです。また彼は自分のその説教が成功することを恐れていました。もしかしてその人たちが悔い改めて神様が彼らを滅ぼされなかったらもう死んだ方がマシだと思ってたわけです。ですからとても苦い、人を嫌ってるヨナはそういう預言者だったわけですね。そのニネベの人たちが大嫌いだったわけです。彼のメッセージの中には愛のメッセージがありませんでした。ですからヨナは、私はあなたが憐れみ深く怒るのに遅い恵み深い方であることを知っています、知っていたんだけれども、でも彼はそういったメッセージをしなかったわけです。怒って、神様が40日したらお前たちを滅ぼすんだ、そんな説教をしていたわけですね。ですから裁きの日にはその人たちが立って、この時代の人たちを裁きに罪に定めますと言っているのです。ヨナの時代のメッセージには恵みのメッセージはありませんでした。しかし彼らは悔い改めたのです。もしあなたが悔い改めたら救われるというメッセージではなかったのです。でも彼らはほんの小さな望みを持っていたのです。もしかしたら、もしかしたら神様が思い直してくれるかもしれない、そんな小さな望みを持っていたのです。一体誰が言えるだろうか、もしかしたら神様は憐れんでくれるかもしれない、もしかしたら私たちは救われるかもしれない。しかしその約束はありませんでした。ただニネベの人たちはもしかしたら、もしかしたら神は救ってくださるかもしれない、そうして悔い改めたのです。このヨナのメッセージとイエス様のメッセージはなんと違った対照的なメッセージだったでしょうか。ヨナは本当にビターで苦みを持ってこのニネベの人を嫌っていました。しかしイエス様はとても憐れみ深く優しく、憐れみ、神の憐れみを提供していました。あなたは救われることができる、神様はあなたを愛している、だからあなたがもし信じて、私を信じて悔い改めたらあなたは救われる、救われることはない。イエス様のメッセージは愛のメッセージでした。実際イエス様がそのメッセージをしていた時、イエス様は涙ぐんでいました。そのイエス様を拒否している者たちのために心を本当に痛めていました。ローマ帝国がやってきてイスラエルが滅ぼされることを思って哀れんでいました。預言者たちを殺した、神が送った預言者たちを殺したイスラエルの民、
私たちはなんであなたを親鳥がひなを集めるように私の翼に集めようとしたことか。しかしあなたはやってこなかった。だからこの地は滅ぼされる。そして小さな子供たちも道で滅ぼされる。そういうふうにイエス様は憐れみを持っていたわけですね。ですからヨナとものすごい対照的なわけです。イエス様はまた希望をもたらしました。イエス様は希望のメッセージをしました。あなたが悔い改めたときに罪が許されるということを語ったわけです。ですからその裁きの日には私たちが神の前に裁きの御座に立っているときにニネベの人たちが来て、そのイエス様の時代に生きてきた人たちを罪に定めるというのはとても納得のいくことです。なぜならニネベの人たちはヨナの説教で悔い改めたけれども、イエス様の説教で悔い改めなかったからです。しかし同じことがこの時代の、この時代の私たちが生きているこの時代の人たちもすでに定めることができるでしょう。今日ではたくさんのミニスターたちがいます。もし一人のミニスターが嫌いだったら別のところに行って説教を聞くこともできます。そして神の愛を分かち合おうとしているミニストリーたちがたくさんいるわけです。ミニスターたちが、牧師たちがたくさんいます。もしあなたが罪を悔い改めて立ち返って、神に立ち返って悔い改めるならあなたの罪を許されると福音を伝えているメッセンジャーたちがたくさんいます。神様は憐れみ深い神だ。だからあなたが悔い改めたらあなたを清くすることができる。罪から清めてくださることができる。だからイエス・キリストにあるものが罪に定められることはありません。あなたの罪はすべて許されたと聖書は言っているのです。イエス・キリストのうちは私たちをすべての罪から清めることができると言っています。ですからあなたは今日許されることができます。そして神様の裁きに遭わなくて済むのです。あなたが犯した罪についての裁きについて、あなたは人から罪を隠すことができるかもしれませんけれども、神に罪を隠すことはできません。でもイエス・キリストによってカバーされるならその罪はもうなくなってしまうわけです。ユダはあなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御座に立たせることができると言っています。イエス様がですね、イエス様が私のために待っておられます。そして私に答えてくださいます。ですから私はイエス様が今いることを本当に感謝します。私の罪はイエス様に負わされました。イザヤは、私たちは皆羊のようにさまよって神から迷い出た。しかし私たちのすべての罪を神はイエス様に負わせたと言っています。ですから小さなものも大きなものもみんな神の御座に立ちます。しかし神に感謝しましょう。私たちはその罪のための裁きには合いません。なぜなら私たちがイエス・キリストを信じているからです。ヘブルの 2-1 から、ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、これを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示したと言っています。またヘブルの 10-26 ではこんな警告がされています。もし私たちが真理の知識を受けてのちことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを
焼き尽くす激しい人を恐れながら祭る他にはないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は 2,3 の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なるものとした契約の血を汚れたものとみなし恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。また第一サミュエル 2-10 で神に逆らう者たちは粉々に踏みつぶされる、主は地の終わりまで裁かれる、そしてメシアにその力を授けられると言っています。またナホムは誰がその憤りの前に立ち得よう、誰がその燃える怒りに耐えられよう、その憤りは火のように注がれ岩も主によって打ち砕かれる。また黙示録11-18では諸国の民は怒りました、しかしあなたの御怒りの日が来ました、死者の裁かれる時あなたのしもべである預言者たち生徒たち、また小さい者も大きい者もすべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。パウロは神の憐れみがあなた方を悔い改めに導くことを知らないのですかと言いました。神は本当に憐れみ深く恵み深いお方です。そしてあなたに許しを、罪の許しを提供しているのです。それがあなたを救い改めへと導くことはありませんか。ニネベの人たちはそのメッセージを聞かなかったのです。彼らが聞いたのは裁きのメッセージだけです。40日したら裁きが来る、滅ぼされるというメッセージだけだったのです。しかし彼らは悔い改めたのです。もし彼らがそのメッセージで悔い改めたとしたら、私たちが神様が憐れみ深く許してくださる、許しを提供してくださる神だということを聞いたときにどうして悔い改めないのでしょうか。ですからニネベの人たちがその裁きの時には立ってその人たちを罪に定めるのです。なぜなら彼らは本当に惨めな苦い思いを持ったヨナの説教によって悔い改めたのに、このイエス様の時代の人たちはイエス様の愛のメッセージで悔い改めなかったからです。なんと不思議なことでしょうか。彼らがニネベの人たちが悔い改めたので神様は裁きを引き延ばしました。そしてその当時のニネベの人々を滅ぼされることはありませんでした。祈りましょう。主よ、あなたが愛と憐れみ、恵み、そして罪の許しをあなたを悔い改める者に、そしてあなたにアスクする者に、尋ね求める者に与えてくださることを感謝します。主よ、たくさんの者が今日にも罪の意識を感じて、自分たちがした罪の意識によって心を悩ませている人がたくさんいます。ダビデも言いました。私が神の前に罪を隠している時には神の御手が私に重くのしかかっていました。ですからダビデのように内側はとても乾いているわけです。常に自分がした罪の意識によって心が騒いでいます。天のお父様、どうぞ彼らがあなたが彼らを愛しておられることに気づきますように。彼らが罪を犯しても、もし彼らが悔い改めてあなたに、イエス・キリストが自分の救い主であるということを受け入れるならば、あなたが許しを、彼らの罪を許してくださることを知ることができますように。主よ、聖霊が彼らに語ってくださいますように。
イエス様のお名前を通しお祈りいたします。アーメン。